旬の服見つけて。俺の方が似合ってない。だっていい。ダメだ。いいじゃん。返せよ。俺のやるから。返せよ。俺のやるから。それで、やっと分かったんだ。俺が求めてたのは男の体とかじゃなくて旬だって。パパ！よ。パパ、この人誰？この人？会いたくなったんだよ。離せて。離せて。死ね。離せて。ごめん。死ね。じゃあ聞くけど、逆になんで俺がお前と一緒に子育てしなきゃならないわけ？それは。俺は。どういう立場で子育てするわけ？座ったらダメ！デキ！ソラちゃん？あの、はい、白い上着を着たこのくらいの女の子見かけませんでしたか？及川、お前ってゲイなの？お前がさ、それ冗談でも言っちゃダメですよ。そうだよ。ゲイとかホモとか勘弁してくださいよ。それに今の時代、ゲイでないと言うと人もありえないですから。そっちの方が問題ですって。あんたの本が好きなんだ。はい。こいつの影響で読む。そうなんか。違います。僕の方が彼の影響で本を読み始めたんです。まあどっちでもいい。誰かと出会って影響を受けるのは人生の醍醐味やでな。
日々の渚のことを。愛しています。お前と、空ちゃんと三人で生きていきたい。しゅん、長生きせ。Oh!